アイテム番号 SCP-39JP。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル。 SCP-39JP は現在自己収容をなしています。 SCP-39JP に取り付けられた発信機の信号を探知した場合は位置を特定し回収、その後標準的セーフクラス物品収容ロッカーへ保存してください。すべての実験は SCP-39JP に発信機を取り付けて行われます。説明。 SCP-39JP は長さ 15cm、 質量 25g のボールペンです。 SCP-39JP を分解損傷させる試みはすべて失敗に終わっています。 SCP-39JP の製造元はパイロット JP であることが判明していますが、同種の製品に異常な特性は見られませんでした。 SCP-39JP の異常な特性は人間が所持し、キャップを取り外した際に発現します。 SCP-39JP が活性化している間、 SCP-39JP を手にしている被験者は周囲の人間のうち独自の判断基準で選んだ被験者自身より社会的地位の低い者1名以下、殺害対象と表記に対する弱い殺害衝動に駆られます。この殺害衝動は周囲の人間の静止を振り切りますが、被験者の殺害、拘束、殺害対象の隔離、人死の物理的阻害により容易に妨げることができます。SCP-39JP を活性化させた被験者のすべては、殺害対象の首筋の後ろに向かって垂直に SCP-39JP を突き刺します。被験者によって SCP-39JP を突き刺された殺害対象は、その傷の程度に関係なく数分で失血死します。被験者は殺人に成功すると無意識のうちに SCP-39JP を落とします1。その後 SCP-39JP は消え、独自の判断基準により選ばれた、被験者より地位の高い人間、もしくは生活の質が高く被験者より上位にいる人間の身の回りに出現します。この再出現の範囲は被験者の属する集団の中に限られる傾向があるようです。現在まで、このプロセスの瞬間を観測する試みは全て失敗に終わっています。実験記録1、日付2013-8-5。被験者、B-039221、実施方法、実験チャンバーに D39221 と D39568 を入れ、D39221 に SCP-39JP を持ってキャップを外すように指示。結果、D39221 は殺害衝動を示さなかった。分析。B クラス職員同士では社会的地位が同等のものとされるようです。実験記録2、日付2013-8-14。被験者、D39565。実施方法、実験チャンバーに D39565 と D39649 を入れ、D39565 に SCP-39JP を持ってキャップを外すように指示。D39565 は実験1週間前から D39649 よりグレードの高い毒棒と食事、一部のリラクゼーション施設の使用が許されていました。結果、D39565 は D39649 の首筋に SCP-39JP を突き刺そうとしたが、B-039649 が激しく抵抗し D39565 の腕を折り殺害に失敗。評価、以降の実験は殺害対象が視認していない条件下で被験者に SCP-39JP を渡した方が良いでしょう。実験記録3、日付2013-8-29。被験者、B-039843。実施方法、実験チャンバーに D39843 と D39671 を入れる。事前に D39843 に SCP-39JP を渡しキャップを外すように指示。D39671 は実験チャンバーの壁に固定されています。結果、D
039843は D39671 の首筋の裏に SCP-39JP を刺し殺害に成功。殺害に際して、職員から D39843 へ殺害を止めるよう脅迫しましたが D039843 は反応しませんでした。その後 SCP-39JP は消え、山口博士のバスルームに現れました。分析。SCP-39JP は D クラスを財団職員として捉えているようです。実験記録4、日付2013-9-3。被験者 D39512、 実施方法。実験チャンバーに D39512 と D39258 を入れる。事前に D39512 に SCP-39JP を持ってキャップを外すように指示。キャップを外した時点で D39258 を壁に固定し、 D39512 が D39258 を殺害する前に職員が取り押さえます。結果、D-039512 は職員が取り押さえた時点で無力化されました。SCP-39JP は D39512 の手の中に握られ消失しませんでした。分析。SCP-39JP は被験者に特別な身体能力を付与しないことが分かりました。事故記録後、日付2013-9-15。被験者、研究主任、ホイ。研究主任は SCP-39JP の暴露により財団で実験実施時刻に終了されることとなっています。実施方法、実験チャンバーに、研究主任と D39671 を入れる。事前に、研究主任に SCP-39JP を握らせて固定しキャップを外させました。結果、研究主任は D39671 の殺害に成功。研究主任は終了されました。SCP-39JP は消え、O5 のデスクの上に現れました。分析。再出現の範囲はおおよそ集団の中で行われるようです。なぜ、研究主任の手の中に固定された SCP-39JP が消失したかについては解明されていません。O5 はその後 SCP-39JP と接触し、データ削除済み。この後 SCP-39JP は消失しました。現在まで SCP-39JP の位置は分かっていません。現在 SCP-39JP は、ケンタウルス・ザ・アルファ星方向にあることが判明しています。